前田殿も。毎度岩本でございます。さあ日本シリーズも2勝2敗で大変盛り上がっております。どうなるんでしょうかね。ベイスターズのぐーって追い上げがどこまで、ホークスを苦しめて、もしくはそれを食ってしまうのかというところですけども、それ以外の各チームは秋季キャンプ入っております。ファイターズも2025年のシーズンに向けてもう準備を始めるんですよね。でそこで秋季キャンプ、春のキャンプ、春季キャンプはその年度に戦う布陣をどうやって整備するのか、オフシーズンに自分を作り直してきたその選手たちをどうやってファイターズの戦力にするのかというのを見極めながら整えていく作業がある。なので調子のいい選手や戦力と考えられる選手を優先してどん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 、調整の先頭に立たせるということ。でも秋のキャンプ、秋季キャンプは、その次の年度に向けて、その年度に課題が生まれたこととかで、来季はこうありたいという理想を追いかける場である。まあ、練習を突っ込み切ることができる。なかなか最近の選手が投げ込み、走り込み、打ち込み、振り込みとか自分を追い込む作業を嫌いというより苦手かな、でそれを必要でないとか歌ってしまっている現状があるんですけども、もうそれはもう個人な感覚なんで任せます。でも僕は反復することによって体が覚えた技術や野球感覚っていうのがあるので、自分が必要だと思えばそれに取り組んでもらえればいいと思います。でファイターズは、10月30日からね、11月12日までは、国頭秋季キャンプを行います。でもう一方では11月1日から10日間ですか、エスコンフィールドで去年と同様秋季キャンプが行われる。狙いは全然違います。まず国頭の方ではまだまだあったかい、いやいやまだまだ暑い沖縄で、例えばそれこそボールをたくさん投げる投げ込み、ただただブルペンで投げ込むだけじゃなくて、だったらどこでもできるんですよ。バッターに対して実戦形式、だからシートバッティング、シチュエーションバッティング、本番と同じような投球をしてバッターもそれに対峙していくというような練習が行われると思う。そこでもう実戦同様の投球を求められる場が国頭キャンプに参加している選手たちには求められるんじゃないかと思います。どん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 投げて投げて体でバッターの反応を覚えましょう。頭の中でもそう、体でもそう、バッターの反応を感じながら自分のスキルを上げていこうという場なんですよ、秋季キャンプね。逆にエスコンでのキャンプのピッチャーたちは今シーズン課題が見つかり、主にブルペンで自分を高めるべくドリルトレーニングがね、がある選手がこうスライダーを、横のスライダーから縦のスライダーを覚えたい、どんどん投げましょう。でいろんな人からアドバイスを受けましょう。それこそ、沖縄国頭とは違って一箇所で集中した、で一球一球相談しながら、バッターと対戦する時の相談なんていう時間ないでしょ。でピッチングコーチはキャッチャーと相談しながら、ああでもないこうでもない、あこういうことか、じゃあ10球連続いきますとか5球連続いきます、じゃあ対照的なボールいきますとか、そういう練習できるのがエスコンでのピッチャーの練習かな。お互いの場所でエスコンでもで国頭でも体力トレーニングはいくらでもできますから、よりも技術的なトレーニング練習ではちょっと狙いの差があると言ってもらっていいんじゃないかな。でキャッチャーで言うとね、エスコンには清水、伏見、郡司、新藤、タミヤと、やっぱたくさんピッチャー投げさせるのにキャッチャーは必要、ブルペンキャッチャーもいますよ。でもねここでパッと目を引いたのが新藤あたりが何が必要なのか、ほんで清水あたりが何が必要なのか、一軍クラスで投げていて新たな課題を見つけて取り組んでる、そのピッチャーの球をいやっちゅうほど受けらなかった、いやっちゅうほどで何に取り組んでいて次の年の春のキャンプがあり、そしてシーズンに向けて歩みを把握してもらうといった意味では、彼らがエスコンでいろんなピッチャーの主戦に近いピッチャーのボールを受けなきゃいけないという作業があるのね。プラス自分の追い込みトレーニングね。新藤なんてもう来年期待されてる証拠なんですよ。本当は沖縄でね打って守って走って、このいろんなことをやりたい、体力強化も務めたい、でもここにエスコンにいるというのはブルペンで一日中いるようなこともあるんじゃないかな。変な話、バッティング練習は後で室内練習場でマシン空いてても、でそれを相応のコーチが投げてくれて鳥かごでガンガン打つ、そういう時間が増えるかな。でも、一番の狙いはボールを受けるっていうこと、そこなんですよ。でもう国頭に行くキャッチャーは古川と梅林と総合的にガンガン野球に取り組んでください。野球に取り組んで
そして今もがいてる選手たちのいろいろを頭の中に叩き込んでください。で、一軍合流した時には若手のピッチャーたちとマスクかぶることが多くなると思うんで、そこでそのピッチャーたちの持ち味を引き出す作業、その準備なんか真っ黒に日焼けになってくださいよ。で、内野手で言うと一軍で試合出場がほとんど見込まれる、もう来季はすぐ戦ってもらいますよっていう選手がエスコンで、球場のサイズの把握、土壌の把握もあるよ。でも内野が人工芝になるっていう話もあるし、それよりもサイズだと思うわ。カーンと上がった時のフライの角度で目から入ってくる情報で遠近感を定めなきゃいけないんですよ。それを誰よりも早く瞬時に把握できるように、ダーッとボールを追いかけていって振り向いたらもうそこにもう落下地点があるっていうようなね、それを確認する作業がめちゃくちゃ行われるんじゃないかな。去年めちゃくちゃ守備練習したでしょ。今シーズンもそれになると思う。校庭練習の前に、いやその後でもかな、守備練習で一番は取って投げてっていうそのバウンドの処理というよりも球場のサイズの把握ね。で、上がった時の目標物の固定化があるんで、遠近感の整え方、これ言ってること伝わるかな。球場によって遠近感が変わるんですよ。目標物が全然変わるんで、球場の色で、球場のなんていうのかな、光の角度などなどでね、それの把握を徹底すると。まあ、外野手も同じですね。内野手、外野手、それ全く同じです。その選手たちがその場でエスコンのサイズを肌に染み付かせる。それができている選手が、平業の魔術師、おう、平業の魔術師なんて言われるね。うん、スーパープレーを生んでくれる選手になるんですよ。逆に国神でね、内野手、外野手、もうほとんど若い選手、育成選手を含めて何をするのかと。それは実践練習もあるでしょ、ピッチャーと対峙する。でも事情で言うとね、エスコンはなんか時間に制限があるんですよ。まあちゃんと時間を決めてやりましょうということ。でも国神秋季キャンプはその気になれば一日中野球すると。ご飯食べる時だけ宿舎に帰って、あとは日が照ってる時には球場 で日が沈んだら室内練習場で、照明をつけたところで気が済むまで練習できる。で、狙いは本当はそうさせたいのよ。首脳陣もフロントもそうさせたい、そういう選手を沖縄に抜擢していて、これね、2軍とかそんなじゃなくて抜擢なんですよ。両方が両方の土地に両方の球場にそれぞれの狙いがあり、今あなたはそれが必要なんですよという振り分け。何度も言いますよ、エスコンではドリル的な練習もそうだし、野手で言うと球場のサイズの把握、ほんで改めてエスコンフィールドの土壌のバウンドの把握、体に覚えさす、それがキューブなんですよね。で、去年そういう時間を設けて、今年成果が結果となってるから。ほんで沖縄での国神での秋季キャンプはひたすらボールを追いかける、ドリル練習も当然そうだけど、ピッチャーとバッターが対峙する、そしてそこであっと芽生えたことを一日中野球で費やす。もう太陽の下で真っ黒に日焼けしてます。そして気がついたら強い強い自分がいる。で、エスコンでは気がついたらもうエスコの戦いは任せてくれという巧になっている選手がいる。その選手たちが合わさった時にはどれだけ幹の太いファイターズがいるかっていうことですよね。その基盤を作る作業が日本シリーズを横目に、気になるよ、次は俺たちがあそこで戦うんだと、そういう意識を持ちながら取り組んでほしいね。そうでしょ、ホークスがあれだけ強い、ホークスがクライマックスシリーズ圧倒的な野球の強さで勝ち上がり、日本シリーズで今苦戦してるんですよ。セントラルリーグの3位のチームと今苦戦してるんですよ。下克上を成し遂げているベイスターズの勢いもすごいよ。でもいきなりね、横浜に2勝した時には誰もがそのまま行ってしまうんかと思ってしまった。僕もそれに近い発言してしまった。でも横浜のもうキューソン猫髪じゃないけど、なりふり構わない選手たちの姿、熱いね。ケイがえらいことなっとったやんか。ほんでもう俺は桑原好きやわ。牧秀悟も大ファンやけど、桑原も大ファンやで。オースティンかっこええんがな。森ケイト、内野手森売り出し中やんか。なんかもうやっぱそういうね、取り組む姿勢を見るとファンになってしまうのよ。これは来年以降もロックオンで追いかけるやんか。そうやっていろんな立場でいろんな場所で野球を行っているんだけど、ファイターズはそれを横目に見ながら自分を高めるんですよ。めちゃくちゃ強くなってくださいよ。2025年は優勝あるんです。毎度 OK。